阪神タイガースが新助っ人の獲得が有力かという報道がありました。前レッドソックス 3A のブライアン・ケラー投手28歳を獲得かという報道でございます。ミエセス選手を獲得有力という報道がありましたけれども、今回は投手ということで投手第1号の助っ人になります。注目も集まっています。そんなブライアン・ケラー投手はどんな投手なのか詳しく見ていきましょう。こちらが阪神タイガースが獲得有力とされるブライアン・ケラー投手です。190センチの長身というところで、やはり腕の長さが目立ちますね。そんなケラー投手の詳しい解説入っていきます。ブライアン・ケラー投手は190センチ95キロの右投手です。2016年にドラフト39巡目でヤンキースに入団しています。そして2019年にルール5ドラフト、日本で最近話題になっている現役ドラフトですね、こちらによって2019年にレッドソックスに移籍するという形になりました。メジャーでの登板経験というものはなく、基本的にはマイナーでの登板を重ねてきた選手です。阪神タイガースには守護神でカイル・ケラー投手がいますけども、もちろん別人です。ケラー投手2人目ということになるわけなんですけども、そんなブライアン・ケラー投手の球速であったり球種といったところも見ていきたいと思います。ブライアン・ケラー投手は190センチで常にセットポジションから投球するタイプの選手です。癖のないオーバースローとスリークォーダーの間ぐらいの位置から投げるような、比較的躍動感があって投げっぷりがいいというような表現をされるようなフォームかなという印象ですね。阪神のカイル・ケラー投手にフォームも結構似ているなという印象を受けました。ストレートの平均は145キロから153キロほどで、最速は156キロまで出るとの情報があります。球種としては縦のカーブ、ドロップカーブのようなカーブですかね、とスライダー、カットボールの3つがメインという投手でございます。そんなブライアン・ケラー投手のアメリカでの成績についても掘り下げて見ていきましょう。ブライアン・ケラー投手は2016年から2019年までは AA 以下のマイナーリーグでプレーをしています。 3A に上がったのが2021年からですね。なのでこの2016年から19年のマイナーリーグでの成績まとめて見ていきます。72試合の登板で先発60と、この時期は先発をほとんど任されているという状況ですね。そして26勝20敗、386イニング投げて防御率が 3.45 という数字になっています。奪三振の数が384となっていて、先発がメインにもかかわらずイニングと同じくらいの三振が取れているというところがかなり注目すべきポイントかなと思います。四死球の数も111個と、そこまで多くない数字で、この時期に関しましてはコントロールも比較的まとまっていたのかなという印象ですね。続いて2021年から2022年、 AAA での成績というところを見ていきましょう。ブライアン・ケラー投手の 3A での成績見ていきたいと思います。2021年が26試合の登板で先発は11回、2勝2敗、55.1 イニングで防御率 2.77、 奪三振が65、四死球49となっています。四死球の数が49となっていて、マイナーもう少し下のリーグの時と比較するとかなり割合が増えたように思います。おそらく四隅をつくとか、そういったところも求められるのかなとは思うんですけど、かなり四死球率悪化しました。ただ奪三振に関しましては65でイニングを大きく上回っています。2022年は31試合のうち20試合が先発、6勝5敗、113イニング投げて防御率 3.27、 奪三振126、四死球が59という数値になっています。2021年と比較すると四死球の割合というところは、かなりマシにはなったかなという印象ですね。奪三振もこのイニング数を上回っていて、全体的に三振を奪う力というところはかなり高いものがあるのかなという印象ですね。そしてケラー投手の中継ぎと先発の成績、かなり差があるようなので、ここについても見ていきます。ブライアン・ケラー投手の2021年の成績、こちら見ていきますと、先発11回投げまして防御率が 3.65、
30回と3分の1で、対 OPS、まあ、どれぐらい、まあ、打者に打たれたかというふうな指標になるんですけど、こちらが 0.781 で、WHIP という数値、こちらが 1.3 ぐらいが平均と言われているんですけど、1.88 と、まあ、かなり高くなると悪い成績というふうに見られるので、こちらはあまり良くない数値になっています。ただ、中継ぎでは防御率 1.8、25イニング投げて、対 OPS が 0.535、そして WIP が 1.28 という数値になっておりまして、先発と中継ぎで2021年は明らかに差が出ていて、中継ぎもしくは抑えでの登板の方が圧倒的にいい数値が出ているわけですね。そして三振率も、奪三振奪う率というところも 19.7% から 34% にまで上昇しているという結果が見られています。なので適性としては中継ぎもしくは抑えの方が間違いなくあるのかなという印象です。そんなケーラー投手は阪神タイガースでどのように起用していくのがベストなのでしょうか。ブライアン・ケラー投手が阪神に入団するということになったら、まあ、おそらく中継ぎになるのかなという印象ですね。先発では西勇輝投手、西純也投手、伊藤投手、青柳投手、岩貞投手、そして才木投手と比較的駒は揃っているかなと思います。岩貞投手先発転向という報道もあります。なので適性というところを考えてもブルペンの補強というところが一番いいのかなというふうに思います。ケラー投手以外の外国人選手が自由契約となりまして、ミエセス選手入るかどうかまだわからないですけど、外国人枠も比較的緩い、まあ、今までよりは緩くなりますので、中継ぎでしっかりと回っていくというところも問題ないのかなと思います。そんなブライアン・ケラー投手に対してのファンの声見てみましょう。ケラー投手獲得へのファンの反応を見てみましょう。やはり登録名は何とかしないとややこしいなという声はありそうですね。ケラー投手どちらも2人ともリリーフ系のピッチャーになりますから、ケラー投手からケラー投手へというような系統ももしかしたらあるかもしれないですから、そうなると登録名っていうところは何とかしないといけないですね。あとは、まあ、奪三振数多いというところは、まあ、この動画でもご紹介したんですけど、やっぱりそこがすごく期待できそうだなという声は結構多く上がっていました。ただ低めへの制球力は少し課題が残るかなという声もあります。制球という面でいうと、やっぱり四死球の数っていうのはちょっと多いかなという印象はありますので、そのあたりをどこまで克服できるか、そしてもっと緻密なコントロールを鍛えられるかというところも重要かなというふうに思います。そして先発に岩貞投手が転向という報道がありますから、1枚中継ぎが抜けてしまうということで、右左の違いはありますけど、岩貞投手の穴を埋めてくれという声もありました。以上です。